お前らが喧嘩弱い理由はただ一つ。わかるかな？それは、お前らが喧嘩嫌いやからやな。喧嘩嫌いなやつが喧嘩強くなるわけがない。野球嫌いなやつ野球強くなる？サッカー嫌いなやつサッカー強くなる？剣道嫌いなやつ強なるか？柔道嫌いなやつ強なるか？剣道できっと妄想しとんねやろ。じゃあ弓道は嫌いなやつ強なるか？なんで剣道だけ妄想すんの？みんななんかそれなんかチャンバラやん。ええ、キュウちゃん、ふ、また人を切ってしまったとか。だから剣道だけは剣道嫌いな方が強くなるんか？それ以外は柔道であれ弓道であれ野球であれサッカーであれ好きなやつの方が強くなるけど、喧嘩も実は好きなやつの方が喧嘩強くなるよ。ふ、また今日も殴ってしまったみたいなやつが喧嘩強くないやな。早やめたんやろ。それとも喧嘩好きで止まらない、また殴ってしまった高ぶりがおけるとか。